俺のフレンチイタリアシャンパンかワインもいいよね。俺たちはこれはやばいですね。あの座長が言う表面張力だね。いただきます。私ねこれ頼んだの、俺のシャンパン。いただきます何しよう。ピザは食べれんし、じゃあフォアグラリゾット。イブリダックマスカルポーネチーズはいい。イブリダックとマスカルポーネ、オリーブのハーブマリネ。でもね、これそうで。ブッポー。キギー。こんだけ攻めてよかったね。こんだけ攻めたら。オリーブかな。極めたと思うし。もう大丈夫。ショーロンコがもう大丈夫。大体ね、あげられる。たくさん食べるものじゃないっていうことも。ちょっと数値感じた。普通にうまい。ブリガッコちゃん美味しいなと思って。あ、すごい綺麗に切れずに切ってある。でもね、最初切った時はね、バクバクこういう感じで、うん、これはさ、もう誰も言わなくても分かるでしょ。美味しいよ。マスカルポーネチーズがね、いぶりがっこの塩分をまろやかにするんだよ。美味しい。よく合う。まさにリアルタイプ。カウンターのとこまで行って左。ああ、最高。フォアグラのリゾット。ちょっと固めに炊いてあるって言ってたね。立派なフォアグラ入ってるよ。いただきます。フォアグラとかな。うん、フォアグラ美味しい。こりゃいける。
れてました。すごいこうマッチョな感じなのか。うまい。さっきあんなに食べたのに今日は絶好調。さーってさってさってシャンパンを割って白ワインを頼んでみました。とは思えないぐらい美味しいかも。普段私ってシャンパンかワインしか飲まないじゃない。なんてなダチョー。俺の白グラス680円だった。激安。なみなみもあるんだ。南ってことだよね。まあいっか。今度ねこれ俺の赤、はい、いいのをもらうよ。むちゃんあんまり好きでないこれ。なんかね飲みやすいんだけど、なんだろう、うん、あんま好きじゃないんだ。とにかくからの白でお口直し。